はい、カノンの DB へようこそ、カノンです。今日はですね、私の買ってよかったものとこれから欲しいなと思っているものをご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。レッツゴー。ということで、まず一つ目ですね、ダルーダン、ネイキッドウルフの靴。これちょっと重いんですよ。あの重さがね、きっとね1キロぐらいある。それは嘘か。見てください、このソール、ここがすごくごつくて、ちょっとベージュっぽい色を買いました。これはですね、 LHP というお店で買ったんですけど、まあ、ラフォーレ原宿とか、まあ、いろいろなところに入ってるんですけど、ポップアップで来てたんですね。ずっと欲しかったので、お店にこう電話して、この色のこの私の 36?37 かも、これを取っといてくださいってお願いして、やっと手に入れたんですよ。すごいデザインが可愛いのもそうなんですけど、ここにね、このネイキッドウルフの特徴として、狼マークっていうのかな、ウルフのマークが書いてあるんですけど、ここのソールの部分にもウルフがいるんですよね。ここにもいるし、スウェードっぽい素材で、このソールがすごく高いところが、まあ身長がですね、私は157センチなんですけど、まあ、ちょっとでもヒールがある靴が好きなので盛りたいなと思い買いました。あと色味がすごい好きだなと思ったの。カーキっぽいベージュっぽい靴を持っていなかったので購入しました。たくさん履こうね、来年。はい、続いては、ダルーッ、ダイソンのドライヤーです。これはですね、ちょっと前にも紹介したかもしれないんですけど、もうコードがすごいことになってるなんですけど、こうやっていろいろな種類が組み替えできるロボットみたいなドライヤーですね。ダイソンって掃除機じゃないですか。で、あの風の力がドライヤーになったってすごくないと思って、私は母が使うよねみんなでっていうのをすごい促して買ってもらったんですけど、いろいろ備品みたいなのがついていて、これが普通のドライヤーなんですね。で、こう風が出るんですけど、これに変えるとブラシ付きになってて髪の毛がサラサラになるの。あと2つこの丸いロールっぽいものがついているんですけど、これはコテになっていて風で巻くヘアアイロン、これ太さが調節できるんですけど、両サイドの髪をですね、内巻きと外巻きにできるっていうものなんですね。なのでいろんな使い方ができるなと思ってこれを購入しました。でも大体これしか使わないかな、髪の毛乾かすときは。なんか時間があるときこれを使うけど、ドライヤーとしては髪の毛を乾かす時間が時短になったので、これがいいかなと思いました。続いて3つ目のアイテムは、じゃーじゃん、加湿器です。こんな感じで、こう真っ白の掃除機じゃない、加湿器なんですけど、フランフランで買いました。今年の11月ぐらいからこの加湿器を使い始めたんですけど、もともと使っていた加湿器がもうちょっと小さいサイズで、なんかいいのないかなと思って、フランフランに行ったら、ちょっと可愛い大理石みたいな柄の加湿器を見つけたので、お部屋が結構ピンクしてるんですけど、ちょっとだけ大人化しようかなと思って、白系の加湿器にしました。結構大きめサイズではあるんですけど、これねすごいの、モードが4種類あるんですよ。ここにですね、4種類タイプが書いてあって、ローかな、あんまりよくわからないんですけど、私はいつも寝る前にスリープモードにすると6時間かな、何時間か忘れちゃったんですけど、こうついててくれて、モードが選べるのですごく簡単です。あとアロマっぽい香りにしたいなっていう時は、ここにアロマって書いてあるんですけど、ここに自分の好きな液体を入れるんですね。そしたらここにトンって入るようになっていて、音もねうるさくないの、すごい静かでいいのと、結構取り付けが簡単なんですよね。で、あと大きめサイズなのでずしっとしてちょっと安定感があるんですよ。だから前使ってたやつってちょっとこうパンってやるとボトって落ちちゃって、なんか花瓶の形をしてたんですけど、机の上とかにこう散乱しちゃってたんですね、お水とかが。だけどこれはちょっとトンって触っちゃったとしても、これはすごく使えるなと思いました。私毎日加湿器つけてるからすごい潤ってます。はい、私の買ってよかったもの3つでした。続いては私の欲しいなと思っているものをご紹介したいと思います。なんなん、今欲しいものが一応3つあるんですけど、私あんまり物欲というか、これ欲しいなって思うものがあまりなくて、すぐ忘れちゃうんですよ。なので結構前から欲しいなと思っていたものを紹介します。まず1つ目、お財布です。これは私が前に使ってたお財布
か結構小さかったので、一旦普通の長財布に変えたんですね。で今このミント色のを使ってるんですけど、普段持ち歩いているバッグが結構小さめなので、スクエア型のね財布が欲しいなって思っているんですけど、このお札をあんまりこう折りたたまないで入れられるものがいいなと思っていて、それを探してます。三つ折りとかの探している最中です。なのでまた新しくしたらご紹介しますね。続いて2つ目はイヤホンです。これは私いつも BOSE のこのワイヤレスのイヤホンを使ってるんですけど、それが本当に壊れないんですよ。落としても壊れないの。落としてバーって中身が散乱してもツンツンって戻すと壊れてないんですよ。だからすごい頑丈だなと思って今使っているんですけど、ちょっと新しいのが欲しいなと思ったので、ちょっと気になっているイヤホンがあるんですけど、スケルトンのイヤホンなんですね。スケルトンのイヤホン、スケルトン、これフル BK と音響のコラボレーションワイヤレスイヤホン、11月に発売されたものなんですけど、これがもうすごいの。ネオンカラーのイエローとパープルの2種類あって、このケースから透けてるんですよ。ピカーンって光る感じで、ぜひ調べてみてください。これがすごい見た目も可愛いんですよ。なので私はもうパープルが欲しいなって思ってます。なんか耳につけててもアクセサリーみたいで可愛いかなって思って、これがいいかなって思いますね。あともう一個見つけてるんですけど、アンブッシュとビーツのコラボのイヤホンがあって、これは暗闇で光るみたいなんですね。もう気になっちゃって、どうしようかな、どっちにしようかなってすごい迷ってます私今。でもどっちでもないかもしれない、 AirPods Pro かもしれない。やっぱ AirPods ってケースの種類がすごく豊富なので可愛いなと思ってますね。続いて3つ目に欲しいものはネオン管です。ネオン管が欲しいんですけど、ネオン管って何って思う方とかもいると思うんですね。でネオン管はもう本当にそのままネオン管です。こういう管みたいな、電気を通すと光るやつ、あんまり売っていないし、私は作りたいと思っていて、私が作るわけではないんですけど、ネオン管を作ってくれるお店があるんですね。そこでぜひカノンって書いてあるネオン管を作っていただきたいなと思っているので、お部屋にいい感じの、ここに置きたいなっていうスペースができたら作りたいなって思ってます。ですかね、私が今欲しいもの。とりあえずあとお洋服とか、靴とかいろいろ欲しいものあるんですけど、でも具体化したなんかアイテムとしていろいろ実用的な面を考えると、今この3つが欲しいかなって思います。ネオン管は実用的かは分からないけどね。まあまあまあ、はい、というわけで今回は私が買ってよかったものと、これから買いたいなと思っているものをご紹介しました。そうですね、また購入したら言うかもしれないです。はい、ということで楽しみにしていてください。あとですね、ちょっと前の動画からなんですけど、よくコメントとかでかのんちゃんの今日着ている私服教えてほしいですっていうコメントをたくさんいただいていたので、ちょっと前の動画からですね、概要欄の方にノーウェアっていう私のハッシュタグがあるんですけど、で、インスタとか、ツイッターとかでよく使っているハッシュタグなんですけど、それをつけてその日着ていたお洋服を紹介するようになりました。今日はですね、スナイデルのお洋服を着ているんですけど、ニット、こんな感じでコーデの紹介をしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしていてくださいね。バイバーイ。